いつもご視聴いただきありがとうございます。前回のバックスイングのトップという動画で、バックスイングを頂点までにさせるときに、無理に自分の力で上げたりとか、手首がこう曲がってしまったり、こういうふうに曲がってしまったり、しないようにというお話をさせていただいたんですけども、今日はその続編として、ダウンスイングの時にどのようにすればいいのかについてお話しさせていただきたいと思います。まずダウンスイングなんですけども、ダウンスイングでボールをバックスイングからダウンスイングに移行する時に、ここの手の内側の向きが、内側に手の向きが、肘の向きが内側に向いてしないことを意識してください。で、親指もそのままバックスイングと同様に正面に向かって、スイングしてあげてください。無理に、力でこうダウンスイングしようとしてしまうと、ダウンスイングが直線的になってしまいます。直線的になってしまうと、コントロールとかが悪くなってしまうので、こう扇形、イチョウの葉のように扇形、アーク状に描くようにスイング、ダウンスイングもスイングしてあげてください。そうすることでフィニッシュも良くなります。で、力がある方ってどうしてもこうダウンスイング下ろしてヒューッと下向けて下ろしてしまいがちなんですけども、力がある方もアーク状にしていただくことで安定したリリースが保てます。このようにボールを膝の横から出すときに、親指が内を向いて帰らないことがポイントとなります。この時に親指もまっすぐしてあげてスイングしてあげることが重要となります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。